女子大生を出会い系サイトで買っていて、自由恋愛でなことを したという体になってるんですよ。これあんまり表だって言ってないし、高橋さんも多分表面で言ってないんですけど、米山さん、してたのは裁かれないんですか？一応その、女子大生を出会い系サイトで買っていて、会うごとに毎回3万払ってたんですけど、表向きには恋愛関係で好きになったみたいなことを言っているので、なので完全に恋なのか恋愛なのかというのの判定が難しい。大阪で行くと、重曹にある、なんだっけ、料理組合、西宮じゃなくて、なんだっけ、ちょんの間と呼ばれてる1階にお姉ちゃんとおばちゃんがいて、2階に上がってって、なんか20分1万2000円払うみたいなやつ、飛び出しんちの飛び出しんちなんですけど、で、飛び出しんちっていうのが、飛び出しんち、長屋みたいな感じで、こう、玄関が、こう、通りに向かっていて、で、そこの玄関のところに女の子が一人ずつ座ってて、で、おばちゃんがこう客引きをするっていう仕組みなんですけど、で、そこで、仲良くなって、2階に行った後に、自由恋愛で、なことを したという体になってるんですよ。で、あくまで自由恋愛で、なことをしたんですけど、で、あそこは料亭なんですよ。なので、上の階に行くと、なんかポッキーとか飴とかお菓子が必ずもらえるらしいんですよ。で、その料理、お菓子に対して1万2000円とかを払いました。で、良い行為は、たまたま男女が2人きりで2階に行ったから発生してしまっただけで、あくまでその、もらった飴玉が1万2000円で、良いことに対しての対価ではありませんっていうルールなんですよ。これ、どないやねんと思うんですけど、一応その、ブランドとかもそうで、あくまでその入り口に入るためのお金をもらっただけで、その後は自由恋愛で勝手にハプニングで何回なことをしてしまったけど、お店はそれは一切知らぬ存ぜぬですよっていうのが、割とその日本の仕組みなんですよ。まあまあね、このそんなわけあるかってその通りなんですけど、一応の日本の法律上そんなわけなんですよ。パチンコもそのパチンコ台でこのお金入れて、玉がこう鉄の玉がぐるぐる回ってジャラジャラジャラってできて、でそこの鉄の玉をそのパチンコ屋さんに持ってくと、なんかの景品というなんか ちっちゃい金の破片みたいなののプレートを渡せるんですよ。でそこの金の破片みたいなプレートを持って、これどこ持ってったらいいのっていうと、そこ入り口出て左行ったところにありますんでとか言われて、でなんか入り口出て左行ったところに行くと、なんか白いプレハブとかに、なんかアルファベット3文字 T なんとかなんとか TRC みたいなの書いてあって、でそこのおじちゃんとかおばちゃんにあいって渡すと、なぜかそれが1枚今2000円とか3000円とかで買い取ってくれるっていうのがあって、いやいやこれどう考えてもパチンコやってできたやつで、そのなんかライターとかプレートを、でこれどこで換金するのって言ったら、換金する場所教えてもらえて、で換金してるんだから、これどう考えても金かけて儲かってるからギャンブルだよねっていうのが一般的な感覚なんですけど、一応国会で警察庁の人がそのパチンコ屋の3点方式について、一応その答え質問が来て答えたことがあるんですけど、そのパチンコ屋さんで換金というものが行われているというのは存じ上げませんっていうのが、一応警察庁の公式な見解なんですよ。パチンコ行ってるやつで換金できないと思ってやってるやつ、多分 1% もいないと思うんですよね。まあ、換金できるからパチンコやって金かけてやるわけで、金バンバン入れて、で、全くお金になりませんって言ったら、それはやんないでしょって話なんですけど、割とその、日本はそういう、綺麗事がその残る国なので、なのでなんか建前としてはこういうことですよ。まあそんなわけあるかいっていうのが、多分日本人とか外国人とかみんな思ってると思うんですけど、でも割と日本はそういうのがあくまで建前としては、パチンコは賭け事やってない。ブランドは自由恋愛であるみたいな、そういう白々しい国です。まあちょっと前だと自衛隊は戦力ではないっていうのもあったんですけど、いや、どう考えても銃持ってるよね、戦車だよね、これって話なんですけど。リハックで米山議員の評価が上がってるみたい、ひろゆきさんの経過取りですね、知らんけど、まあその内容を見ていただいてどう思うかなので、それによって評価が上がる人もいれば下がる人もいるっていうので、 YouTube の番組で、まあ YouTube の番組によらずテレビ番組とかもそうなんですけど、テーマについて話をするという番組が多いんですよ。
まあ、例えばじゃあその政治家呼びますっていうと、その消費税ってどうですかみたいな、そのテーマについて政治家がその議論をする。で、それに対して、じゃあその政治家じゃない人、まあ、僕みたいな人とかが、そのコメントとして入るっていうのがあるんですけど、リハックが他の番組と実は違うのは、テーマが本人なんですよ。これあんまり表だって言ってないし、高橋さんも多分表面で言ってないんですけど、リハックで政治家を呼んだ時に、実はテーマって本人なんですよ。テーマ本人ですって言ってないんですけど、その出てる人を掘り下げるというので、だから例えばその小林議員が、自民党の小林議員が出ていろんなテーマにわたってて、小林議員がいろんなこと言っててすごいよねっていう風に見えるんですけど、あれはいろんなテーマでも話せる小林議員っていう、小林議員を掘り下げるための議論なんですよ。その IT 議会のなんか副部長ですみたいな話で、 IT こうですよねとか、スタートアップこうですよねみたいな、だからその IT とかスタートアップの議論を政治家としているという風に一般的には取られがちなんですけど、そこのその小林さんが得意なテーマを話をすることによって小林さんを掘り下げるっていう人間ドラマをやってるので、多分他の番組より再生数が多いのはそういうことなんじゃないかというふうに僕は認識してるんですよ。要はそのスタートアップに対して政治家が議論しますって言っても、知ったこっちゃねえよ、興味ねえよってなっちゃうんですよ。なので、政治家が出てる番組とか、まあ、政治家自身が YouTube やってる番組、動画とかって大量にあるんですけど、再生数全然伸びないんですよ。で、なんで伸びないかっていうと、テーマが政策だからなんですよ。一般の人って政策なんてマジどうでもいいんですよ。まあ、岸田首相が政策を語りますってなると、それは実現する可能性があるので、興味があるんですよ。要はその、岸田首相がこれやりたいですって言ったら、それは実現するかもしれないじゃないですか。でも野党の人がこれやりたいです、実現するのって 99% ないんですよ。まあもちろん与党と同じことを主張しているのであれば実現する可能性もあるんですけど、その野党の人の言う政策って、まあほぼほぼ通らないので、あっそふん聞くだけ無駄なんですよ。まあもちろんこういうふうに考えてこういう政策があるんだっていうのを、その知識として知るというのは勉強としては意味があると思うんですけど、でもそれが勉強としての意味があると思う人ってやっぱ少数派なので、なので再生数ほとんど回らないんですよね。なのでそのどちらかというと、じゃあ野党の人でなんでそのリハックで再生数が回るかっていうと、政策ではなくその人を掘り下げるというのをやってるので、なので面白いのですよ。米山さんとの喧嘩を解説してちょうだい。説明すると長くなるかもしれないんで、一応 かいつまんで話をすると、元々僕がツイッターで想起させるのが、欧州では法に触れるのかを日本人同士でお気持ちを議論しているようなので、フランスのニュースを置いておきますねっていうので、2021年に模したマクロン大統領の絵を出した人が有罪で130万円の罰金になってますっていうのと、フランスのニュースサイトの URL を置いたんですよ。で、じゃあ僕は何が言いたかったのかっていうと、その外国の法とか外国がどうなのっていうのを日本人同士で話をして結論を決めるのって不可能だよねっていう話をしたかったんですよ。もちろんその日本人だけどフランスの弁護士ですとか、日本人だけどドイツの弁護士ですっていう人が出てきて、そのフランスの法はこうだよ、ドイツの法はこうだよっていう話をするんですけど、フランスの方もドイツの方もわからんっていう日本人同士で、なんか欧州はこうなんだって決めつけるのが、いやいやそれ無理でしょっていう話なんですよ。ところがどっこい、なんかその日本の弁護士資格を持ってるけどフランス語は読めない人が、なんかフランスの法律はこうなんだって言い出して、で一応じゃあ判決文読んだんですか、読んでませんみたいな。でいやいやそれなんで断言できるのっていう話がずっと続いてるっていう、そういうやつでさ。かけてもいいですけど、チャンネル登録した方がいいです。